向こう側を背景にしようって言うんでね、帰る人がみんなこっち向いてるから、みんな映っちゃうの。みんな映っちゃうの。あそこ行こうか。あれ、ここならいいかな。ガラス越しだからな。ソニーじゃねえ、キャノンのイベント。うろついてきました。今日はそれほどダメージはないかな。少し時間残しておいて、海の方へちょっと行ってみました。椅子出して少しくつろいできました。くつろぎタイムがないとダメだ。椅子出してふんぞり返ってしばらくのほほんとしてまいりました。全然ブレてないだろ。当たり前だよ。だって手すりに置いてんだもん。ほら、手すりに置いてからブレるわけだろ。ただ体がね、小刻みに震えちゃってるから多少手に伝わるんだよ。帰りましょう。帰りましょって帰りましょ。ここでパン屋が出ててさ、なんか美味しそうだから買っちゃおうかな。買っちゃおうかな。やめておくか。じゃあ今日は本当におしまいね。バイバーイ。